ます。大雨。大雨なの？やばいじゃん。普通に嫌だよ。髪より可愛い勇気しなかったら嬉しい嬉しいけど、ありがとうございます。あ、そうや、そう、このイベントのさ、今やってるイベントのことについて教えてもらったんやけどさ、ちょっとなんかそのあやみがその3種類のアイスの中から選ばないといけないといけないらしくて、あやみはじゃあバニラアイスが好きなのでバニラアイスにします。なんかさ、バニラ、ストロベリー、チョコやと思ったらさ、バニラ、ストロベリー、チョミントやからさじゃあちょ少しチョコミントが苦手なので、バニラにさせていただきます。バニラ、マジバニラですよね、アイスといえばね。どこのバニラアイス？うわ、どこも美味しいけど、あやみが一番好きなのはね、もうやって。もうのバニラアイスがね、なんかちょっといいのよ。それを少しだけ溶かした状態がいい。バニラ大好きなんでね。とはね、あみはでもあれやね、あみが食べるのはよく食べるのはなんかパルムとかやから、バニラアイスの周りに何かが多いから、あみはパルムとかピノとかだから、まあバニラやなと思って、その3種類の中では一番はバニラかなって。新幹線バニラ、あ、新幹線のやつはバニラ食べたことないな。てか1回しか食べたことないからな。だから分からん、その1回はソフトクリームを食べ、あ、間違えた、ストロベリーを食べたからパルムはそんな高くないですよ、普通の、あの同じ、みんなと同じぐらい。かわいい。わ、バニラモナカ、あ、バニラモナカ、モナカ、バニラモナカもね、たまに食べてたね。たくないけど量少ない、そう、それなんよ。新幹線のは硬いから買っても食べ始めるのは長いすぎてか、そう、大阪から
大阪出発の場合あークーリッシュね、クーリッシュもいいよね。アメリカクーリッシュは最近夏限定のチョコレートにハマってます。最近昨日は何や、なんて名前だっけ、なんか忘れたけど、落ちたのか、いや落ちたじゃないよね、今の絶対勝手にホーム画面戻っちゃった怖っ落ちたんかな今の。さきてばんのかき氷のやつ食べたよ、ね、あれは安いよね、いいよね。やばい、なんか今日なんかマイクしたもん扇風機回してるからかな扇風機回した分風がちょうど当たってないと思う。涙あみあみにああオッケーああみにあみちゃんがいてくれてよかった。うわ好きやん、好きあみも好き。エアコンはね、あみの部屋はつけてない、てかつけなくてもいいんだよね。つけたらつけたら寒いねん、てか寒くない、わかんない。夏にあみの部屋に誰かが来たとかやったらつけてる、たまりに来たとかつけてるけど、あれやんね、リビングをずっとつけっぱなしにして部屋全体に、あ違う、家か、家全体に回してるから扇風機か配信越しに風を感じておきますあ届け、それを届け。家全体涼しくなると活躍すぎ。そうだから、家帰ってきました、ドア開けました、うおーってくるん、涼しいのが。リビングだけやっても、まあ全体にね届けてるから。じゃあ今朝ショールーム審査から最終審査に進んだ3人全員合格し、あっさ、もさ、なんかさ年下おるっていうのは聞いてたんですけど、そのロールじゃんと思ってたからさ、ずっと。あ、違うってなってそうそう、猫ちゃんもね熱くて取れちゃうから、うちの家族がいない、家族人がいない時もずっとつけっぱですね。ほんで猫がどこにいても涼しいように全部のところに回るようにしてます。家帰ってきました、玄関来ました、モアが若いモアか、私はブワーです、ヒヤか、ヒヤです。
ですか。いやもちろんうちにもあのありますよ、羽。てか羽あるやつしかない。え、やば。いやん、なんかでもさ、羽あるやつ風感じなさそうなんよな。なんですか麦ちゃん。うん、かわいい。うん。電気代はね、あ、でもなんかね、そんなやばくないよね。つけっぱやから。つけ消し、つけたり消したり、つけたり消したりしてないから、なんかあんまりかからないらしい。あんまいわく。ダイソンの、ダイソンのやつの話かな、多分。ゴマじゃなくて、そう、ゴマちゃん最近ずっと寝てる。痛い、ごめん。てかゴマちゃんここにおる。波の後ろおる。ちよのワンちゃんはエアコンの風が一番出たところでスラスラしました。かわいいね。ワンちゃんも暑いもんね。15です。15人って意外と多かった。あやみたち、あやみたちってか、あやみなんかもう12とか11とかそこらへんかなって思ったらさ、15。びっくりびっくり。私も夏バテ。夏ね、やばいね。おね、だってキウキとさ2人しか変わらんやん。ね、もう少しだけ少なめやと思ってた。あ、お仕事戻ります。じゃあ頑張ろうね、頑張ろうね。いってらっしゃい。あ、なんかここ猫全員おんねんけど、かわいい。猫飼ってる家庭は、電気代半額とか。確かに、いや、そうやな、そうやな、そうやな、電気代半額やな。だって家によってはさ、なんか水がさ自動で出てくるみたいな、なんていうの、ずっと出てるみたいなやつをつけやってる方もいはるし、あのコンセント系で。ほんで、まあ、猫ちゃん暑いから夏はクーラーつけないといけないし。確かに半額にして。コンサート練習の居場所がまずい。ま、うん、どうなるかね。わかる。あやみたち多分ね、なんかね、他のメンバー、先にいるメンバーさんもなんか決まってるっぽいねんな、もう定位置が。で、新しいメンバーがどこに行くか。いや、もうないかもしれない。ないかも。やばいね、場所が。そう、あやみたちはなんか今は7期生さんとなんか9期生で、レッスン上のもう一個荷物置き場使ってて、そう、8期生さんはそのそこまでの道のりにあるなんか鏡とかちょっとベンチとかちょっと少しあるところでみたいな感じ。電気代の猫割引ね。いいね、それね。ちゃんは NNB 受かった。あやみは NNB 受かった時も12になってたね。セレクション中に12になって、セレクション中の11月3日に12になったから、
受けた時はまだ11やった。すごいな。マジギリギリやった。赤にの写真集もう少し。そうだよ。もうやばい、もうニヤニヤ。もう来週でしょ、だって最初カードある人。あね、ダンス経験の、ダンス経験の方が結構357、あと8、17時全員通信。そうやね、なんかさ今のところな、合わせてもらえてない、合わせてもらえへん。レッスンの日とかもなんか多分この日は使えませんみたいな感じやから、あまり会わないでくださいみたいな感じやと思う今は。まだお披露目がまだやからかな、わかんない。なんかどういう感じやるんやろかね、これからも。なんかまた後日劇場公演でなんかちゃんとお披露目するのか、みんなの皆さんの前で。クリア達成どうなんやろ、あれは入るのか。ユキ11歳から20、そう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 、21歳。そうだね、そうか、若田よりも上のメンバーがいたから、その子からしたら9期生みんな年下やのに上っていう。ちょっと違和感でしかないよな。そうやな、そうやな、もうちょっと上おるようになった。23の23になる22歳やな。うん、そうやな、もう10個上、違う9個上か、何歳やね今もう。そう、その場23歳の代で、アミは14歳の代やから9個上か、9や。いや若田よりもだって差があるもん、アミと若田よりも。仲いいか、まゆみさん。いや多分普通に、いやそれはあやめが逆に嫌やねんな。ね、でもなんか友達なら普通になんか言うけど良さそう。まあ他のメンバーにはびっくりされるけど、確かに小学校かぶらんな。あでも若田もね確か7個やからかぶってないねんな。美空ちゃんのたちの代とギリかぶってたみたいな感じ、亜美は。そう、私たちも、亜美はもう中2なのよね。うん、そう、すごく中1の気分やけど、もう中2なのよ。だから2個下になるのか、小6が。あみだってその子のこと小6って聞いた時、ああ1個下かと思ったけど、じゃあもうあゆみ中2やって思って。だから22歳に、え、そうそう、あゆみもさ、あまるまるさんみたいな感じで言わないといかんし。そろそろ壇上を読みます。あーらま、あー危ない。え、そう、なんかさ、結構アミタンに似てる声の子がいた。
2人ぐらいいた。じゃあここちゃう。おきき、あーたたたたたたた、いきます。13位、タカさんありがとうございます。12位、コウヘイさんありがとうございます。11位、タカ、あ、間違った、タナソンセブさんありがとうございます。10位、ムチさんありがとうございます。9位、ジョーさんありがとうございます。8位、オナフヒトさんありがとうございます。7位、マツくんさんありがとうございます。6位、タカマサさんありがとうございます。5位、ナルさんありがとうございます。4位、ヒーちゃんさんありがとうございます。3位、デコモチビトさんありがとうございます。そして1位はハマちゃんマンさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだ、多分ね、バブだからだよ。バブだからアミの声に似てるんだよ、きっと。ああ。シュッ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 シュ。今日は11ですね。木曜日。そして今日は浜ちゃんマンさんでした。あ、かわいい、おしるこ。描けた。結構可愛く描けたよ今日も。来ました。来ます。せーの、じゃん。はい、今日の1位はハマちゃんマンさんです。ありがとうございます。結構可愛く描けたくない？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また明日の配信は7時からなのでよろしくお願いします。はい、明日の配信も7時です。明日金曜日。早っ。え、早っ。ではまた明日もよろしくお願いします。あ、そうだね、今日は木曜日なので第14時かなのイベント受付が始まります。明日までかな、明日の12時まで。3連休か。3連休だその3連休の最終日は、デックの誕生日で、次の日はこじれさんとくんやさんの誕生日、そして明日はチータの誕生日。おいの申し込みしやす、ありがとうございやすありがとうございます。よろしくお願いします。はい、3連休じゃない、そう、明日まであの12時までなのでね、はい、よろしくお願いします。はい、また降ってきた。わお、やだ。はい、ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。バイバイヤース。バイバイヤース。バイヤース。